今日は暖かく過ごしやすいですね。父上、ご機嫌はいかがですかかような状況にあって、泣き言一つ言わぬか竜然、私はお前を頼むしく思う。どんな状況でも楽しみはありますから。そう、例えば、親子の語らいなど。この世界に来て、 どどれほど年月が経ったか故郷が懐かしく思えるなここも故郷も大して変わりませんこうやって地を這うアリを見ていればふん、<laughs> そうだな世界が変わっても変わらぬものはあるかお前は私に似て刺したる知恵もない無理はせず皆を頼みとするのだぞ 私には父上のような魅力もありません。それでも皆が憐れみ助けてくれます。敵ですら私を見逃してくれる。ですから父上、どうぞご心配なく。この先の戦いは厳しいものとなろう。だが戦う機会を持てぬよりはいい。志がありながら、 戦う機会も得られず体がたるんでいくのは実につらいものだ皮肉の端ですがその話を私になさったのは皮肉ですかな私は人材に恵まれてここまで来た家康殿も優秀な人材を抱えているようだなさよう例えば我が家中の本多忠勝 その武勇を超日泥に例えられておりまする <laughs> ただ忠勝殿が欲得ならば家康殿は私かな家康殿我らはやはり似ている人材に恵まれ耐え忍ぶ戦いも知っている手を携え共に乱世の終焉を目指そう我らならばそれができるはずだありがたきお言葉 二人力を合わせ陣の世太平の世のため戦いましょうぞ。